にゃん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 にゃネコちゃんランクラブいい、ね、そうなんです。やっときました、はい、実はですね、私昨年の9月から人生初のランクラブを作ったんです、うん、まあ知ってる人も知らない人もいるかと思うんですけれども、うん、その名も、うん、猫ちゃんランクラブと言います。おいやーしゃー、どういうランクラブかというと、発起人がですね、うん、あのまあ3人いまして、お3人、おはい、私猫さん、猫ひろし、それからですね、私の年に一度の唯一のレギュラー番組、テレビ東京の芸能人対抗駅伝のプロデューサー木戸さんと僕と、あとですね、今あのサッカー日本代表の伊藤純也さんのモノマネをやっている二藤純也さん、二藤さんが発起人なんです。3人、二藤純也さんで、サッカーの人は、あ、二藤純也ってあの人だなって分かるかもしれない、うん、多分これは写真出てると思うんですけど、またの名をですね、ランニングガイドって結構有名で、ホップラインの萩原君、あ、萩原君、そうそうそう、その3人で作りました。でですね、僕一人だとやっぱりね、なんていうんですか、結構こうシビアなっていうか、ちょっと早いのをやろうっていう考えだったんですけど、やっぱりね、木戸さんとかがね、もっと、いや、そうじゃなくて、ランニング人口をね、こう、スポーツ人口を増やそうっていうことで、はい、本当に大げさでも何でもなく、だから早いのもいいけども、うん、僕たちはもうちょっと、まあ、楽しみながら、そうそう、親子でも参加できるように、まず一番早いのが1キロ5分のチーム、次が1キロ7分のチーム、はいはい、ゆっくりですよ、結構ゆっくりゆっくりで、で最後はウォーキングのチーム、3チームなんです。ウォーキングいいですね、またね。その結果ですね、最初やった時はね、参加人数が40人ぐらいだった。次はですね、70人ぐらいになって、増えた、で今一部二部制にして、大体100人前後、すごいですね。それでね、これ何がすごいかというと、まずリピーターが多い、はいはいはい、で初めての人も多いんですけども、うん、これ申し込みでやってるんですね、そのサイトで申し込む、申し込む、そうで申し込むの書き込みがあるんですけど、はい、星印とか、よくあるじゃない、食べログみたいな、感想が星なんとかみたいな、だからもうほとんど満点、で、ほとんど好意的なやつばっかりで、本当に来てくれる人で、ウォーキングをやったことで、親子連れ、それからカップル、あと初めてここで歩くっていう人もいたり、でお子さんが来るから、お子さんがキロ5とかキロ7で、ね、走ってるから、お父さんお母さんがウォーキングでとか、そういう楽しみ方も本当にあの好評で、でなんとですね、参加費が、参加費こんなにちょっと待ったね、お子さん500円、うわー、ワンコイン、そうです、この時代で安いでしょ、安い、そうなんです、大丈夫ですか、これ心配になっちゃいますけど、とにかくね、こうたくさんの人に運動してもらいたいんで、ね、遊んでもらいたいんで、この値段でやっております。でペーサーは一応ですね、キロ5キロ7ウォーキングって1チームずつ、全員に行くとやっぱ多くなると、代々木公園さんでやってますので、他のランナーの人もいるし、観光の人もいるし、歩いてる人もいるし、やっぱり邪魔になっちゃいけないから、一応1チーム20人前後ぐらいで、2列細いところ1列って、もうそこはもう完全に左に寄りながらやるっていう風に広がらないようにして、後ろと前にペーサーさんつけるから、1チーム2人ずつ、全部で6人いるんですね。ペーサーの仲間たちもすごいユニークな人たちばっかりで、まあ、私はまんべんなく来ます。最初にウォーキングで人たちと話しながら行って、次キロ5の人たちで、次キロ7の人たちのところ行って、ジュングルジュングルで回っていくんですよ、皆さんと話せるように。そこに決まってペーサーの人が後ろ前にいて、例えばですね、フジテレビのね、昔はナルフォトザワールド、懐かしの、あのいたあのトランプマンっていう、マジック界のレジェンドやろ。そうそうそう、トランプでマジックする人、ね、今だと TBS 感謝祭とかに結構出てる、ね、あの人も走るから、トランプマンさんは一人だけにはトランプマン世界で、大丈夫ですか、あ、ごめんごめん、今 X でした、いろんなちょびちょびしてます、全然下ネタキャラじゃないですから怒られちゃいますね。トランプマンさんとトランプマン X さん、弟子っていうんですかね、二人で、しかもちゃんとペイントして、かわいいペイントっていうんですかね、あくまで素顔じゃない、それが素顔じゃないですか、世紀末みたいな感じで、でもペイントしてくるんですよ。すごいのが、外人さんにも人気で、なんで、うん、ね、トランプマンさんのこと知ってるんだと思ったら、うん、あの映画のジョーカーと感じてるんですよ、みんな叫んでたっていうね、キャーって言って、それを悪いことしませんから、楽しく走ってるんですね。トランプマン X さんとかです、はい、あと恋愛リアリティショーで有名だった田辺梨沙子さん、すごい可愛い、大人気の、今グラビアもやってるね、ベッピーさんが、そう
それからあと芸能人対抗駅伝に出てた役者の福場くん、俊作くん早いですよ、2時間35分ぐらいとかで走るのかな。それから芸能人対抗駅伝に出てたあのモデルの佐野千秋さん、そう、ランスマでもねレギュラーもやられてた、うん、佐野千秋さんもいらっしゃいます。あと僕の水曜練習会の仲間たちもね、うん、一緒に、うん、そうなんですよ、うん、で元日の丸つけて走ってた、うん、世界陸上にも出た原由美子さんとか、原さんがまた教えるのがものすごい、世界陸上の人のアドバイス聞けるなんてこういう機会がなかなかないです、短くないですか、でしかも超分かりやすくしました、うん、みんなもうランナーの人目から声が出てきてます本体が動くじゃん、声がポコポコポコ、そのぐらい喜んでカブカブ、それ、うん、本当にね、あの愉快な仲間たちで待ってますんで、これで500円でこれお得で、本当にお得です、でしかも初めて来た人はね、これ見てください、見ました、もらった、うん、リストバンド、リストバンドやった、リストバンド、これしかもタダでもらえるんですよ、俺タダね、新色も出したんです、これ、おいの白も出たんです、そうで、これは一応新しい部ができて事前決済で1000円のやつ、1000円だけど、うん、この新しい新色も作っている、1000円でも安いですよ、この他のメンバーでなかなかない、リストバンドだって今までタダで配ってたんで、だからこれは一応売るっていう感じで、ね、うん、それからこれもついてくると、はあ、そうそれで1000円でやっておりますん でどのぐらい走るかっていうと1時間だから大体キロ5が10キロ必ず走ります、でキロ7が10キロ弱かな、でウォーキングはもうゴールした時点で1時間経ったところで終わりで、自分のペースで行ってもらっても構わないし、ウォーキングが体が温まってきたらちょっと走ってみたいなと思ったら、うん、周回コースだから、うん、ウォーキングからキロ7に行ってもいいし、帰ってもいい、キロ7からキロ5に行ってもいいし、疲れたなと思ったらキロ5からウォーキングに行ってもいいし、キロ5からキロ7に行ってもいいし、もう自由なんです、何でも帰っても構いませんから、無自由、そうです、そうで終わった後みんなで写真撮ったりとか、うん、で大体ね月1回で大体土曜日か日曜日、まあ休日に、まあ一般の人は嬉しいですね、そうで他にもですね不定期で猫ちゃんランクラブ極みっていうのがあって1回で開催したんですけど、キロ4ペースサブ 3.5 からサブ3だから3時間半から3時間ぐらいでゴールする人たちの集まりみたいな、そういうのも不定期でやってますので、そう、それからあと地方バージョン、猫ちゃんランクラブの方で地方バージョンで、今まで下関でやったのかな、大盛況だったんだけど、さすがにやっぱり500円で行ってますから電車券が赤字になってやります、うん、だから僕の仕事を行ってなんか時間がね、で、まあ、木戸さんも来てくれて、で計算の仲間たちはさすがにこれ大赤字になっちゃうから、うん、だからそれは現地の人にランニングチームの人たちに、まあ、ボランティアと頼んで、うん、このリングの交換でみたいな感じで、あとは、まあ、なんか粗品をプレゼントさせてもらって、うん、それで粗品の席の時はねペーサーさんも雇ってそれでやったんですよ、そういう風にランニングを広めるっていうのが一つで、これね手紙も走ってもらいますから、お願いします、でも吉井さんもねそう言いながら猫ちゃんランクラブ今まで2回実はお邪魔してまして、ね、仲間としてね荷物番結構安心してもらう、吉井さんが来れない時は大好きカンパニーさんがもう2人そうシムキャッツの、そうです、下ネタ禁止ですから、その昼間ですから門番にちゃんとしますから、そう、派手なことはやっぱりできないですからね、でも本当に楽しく運動したいという方はですね、次回の猫ちゃんランクラブはですね5月25土曜日2部制で行いますので、はい、今後はここら辺に出てると思いますので、はい、ぜひとも皆さん遊びに来てください、気軽に、申し込みでも募集しておりますから、僕のツイッターとかから SNS とかでもねここにも貼っておきますので、ぜひね飛べるようにしますので、ね、はい、飛んで走るしますから、いいですね、ぜひ来てください、で猫ちゃんなんかのもう一つだけ、おなんとですね、うん、グッズができました、イエーイ、おグッズ、なんかグッズ、そうね、すずりっていうサイトがあってそこでグッズが作れるの、しかも在庫を抱えなくていいっていう、だから1枚から注文できるっていう、へえ、あ、そうなわけ、そう、そういうのがあるんですけど、でそれ YouTube と連携してますから、僕の YouTube に行くと買えるようになってますので、 T シャツ、それから巾着袋、フェイスタオル、フェイスタオル、あとキーホルダー、ほう、そして、アクリルスタンド、ほう、今アクスタ、そう、でね、かわいい猫のつづりが作ってくれた、ほう、そういうのも店員さんもやってくれるんですよ、へー、あのかわいい猫のやつ、今 T シャツとか人気で、へー、売れてます、で、あともう一種類あって、僕らのサインにあるやつ、猫マークの広島マークの、あ、広島マーク、人気ないです、いやいやいや、頼むよ、悲しいから、頼む、差がついちゃってるのお願いします、猫広島アークの T シャツとか ねアクリルスタンドとか、ね、そちらもぜひ買ってください、本物リアル猫バージョンの方に負けてるんです、猫助けて、ね、皆さんの近くに寄せさせてください、猫まあね、そういうグッズ作ったって、ね、やっぱりね
1回1人をね、会費が500円じゃないですか、参加費が。安い。結構ね、ペーサーさんとかにもすごい安くね、安く来ていただいて、やっぱりそう、どうしてもやっぱ無理ですから、その分、物販でね、それをね、赤字を、リアル。でも大事じゃないですか。まあ、そうね。でも、すごい、その綴りの商品も可愛いんで、ぜひ覗いてみてください。そんな楽しい猫ちゃんランクラブ、そこでね、綴りで買った T シャツとかね、着てきてもいいし、来るときは必ずこのね、リストバンドね、リストバンドをつけて来てくださいね。で、このビブスをつけた仲間たちが待っておりますので、どこよりも楽しく平和にやっていきますので、ぜひとも猫ちゃんランクラブよろしくお願いします。お願いします。お待ちしております。ニャ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 ニ